四日市市霞ヶ浦第一野球場は、三重県四日市市の霞ヶ浦緑地公園内にある野球場。施設は、四日市市が所有し、四日市市スポーツ協会、四日市,市シルバー人材センターグループが、指定管理者として運営管理を行っている。1973年4月1日完成、1985年3月20日、改修会場以来、 社会人野球、高校野球など、アマチュア野球公式戦が行われている。プロ野球では一軍公式戦の開催実績はないが、中日ドラゴンズを中心にかつて毎年3月には、オープン戦が行われていたほか、現在は、ウエスタンリーグ、イースタンリーグなどに軍公式戦が行われている。2010年、この年発足した、ジャパンフューチャーベースボールリーグの3ーアローズが、 主催試合を行った。リーグが休止となり、チームが四国アイランドリーグプラスに移った2011年は、主催試合は開催されず、そのまま解散となったため、使用されたのは1シーズンだけであった。2011年12月から、パネル式だったスコアボードを電光掲示板式にする、工事を行っている。2012年2月中に工事完了、4月1日には、 春工記念試合として、ウエスタンリーグ公式戦が行われた。2012年には、この年だけ、関西独立リーグのリーグ戦に参加した、ヤマトサムライレッツが、主催試合の一部を開催している。2013年12月から2014年2月に、かけて行われた改修、拡張工事で、中堅116メートル、両翼91.5メートルから、中堅120メートル、 両翼97.53メートルに拡張された。第一野球場の隣接地には、サブグラウンドの第2野球場がある。なお、四日市市内にはこのほか市内中心部の JR 四日市駅近くの北条公園に、四日市市北条公園野球場が、また、市街地南側の中央緑地内に、四日市市中央緑地野球場、さらに、霞ヶ浦緑地内には、 四日市ドームがある。以上に挙げた球場は、基本公式球が使用できず、ソフトボール、軟式野球に用途が限られている。したがって、プロアマの試合の際、誤って、北条公園や中央緑地、四日市ドームに来場するケースがしばしばあるため、来場の際には注意が必要となる。鉄筋コンクリート作り近隣地にはこのほか四日市競輪場がある。 ありがとうございます。